はい、今回はですね、コメント返しをね、していこうと思っています。はい、はい、イエーイ。最近ちょっとコメントがね、多くなってきてすごく嬉しいので、できるだけね、返していこうかなと思います。はい、はい。ティアラチャンネル。一つ目、踊ってみた愛についての動画のコメント返しです。はい、愛について。踊ったね。踊った。イムスラさん、ダンス上手。マイカちゃん、最後後ろ振り向くとこ可愛いだそうです。終わったと思ってからね、後ろ向いたらね、みんな決まっとって、あ、急いで前向いて、だって3秒止まる。そうやけどね、もうあのね、社長さんが止めたと思って後ろ向いたら、みんなこうやって笑いながら決めとったと思ってから、やばいと思ってから前向いた。あ、そういったエピソードがあったんですね。次、ニーメタルマーヤさん、お、ちょっとこれ俺嬉しいかも。桜学院の曲で今度踊ってほしい。踊ってます。頑張ります。あ、でも愛についてじゃなくて夢に向かってはそうね、夢に向かってはちょろっとレッスンしました。してないね。あ、そうか、新しい子はね、まだしてないね。してない。でも桜学院の曲難しいからね、キレッキレだから、キレッキレに踊らないと。そう、難しい。リナちゃんめっちゃ上手。リナ上手ね、うん、ダンス習ってたとか、友達で習ってました。習っとった、うん、前バレー習っとった。何も習ったことない。踊るバレー習っとったけど、踊るバレーってバレーと踊らないか。バレーボールとクラッ、あー、はいはい、バレー、そっちのね、こっちじゃないけん、こっちじゃないよ、うん、踊るバレーバレー。次、ユニコーンユニコーンさん。ユニコーンさん。動画では出てないんですけど、ねねちゃん好きって書いてます。ねね踊ってないよね。おらんかったその日。あ、違います、多分違う、なんか違う動画で好きって、好きでこっちにも書いたみたいな。ねねは今野球見に行ってます。そう、ずるいよね。カキーね、カキーホームラン、ホーホー。前友達とね、こう野球見に行って、平日だったっけ、宿題しちゃったと、そのドームの中のちょっと外側のところでね、え、そしたらホームラン打たれた。誰とお友に、そうそう、で黙ってなんかソフトバンクがホームランだと、あ、え、え、ソフトバンク、見とけばよかったね。はい、じゃあ次、ガチャガチャ全国ご当地お弁当コレクション BC から。あーね、懐かしい。懐かしくはないか、最近だ、最近だよ。ゆ、誰だろう、ゆーめるさん。マイカちゃん、可愛すぎて辛いだそうです。辛いんだって。大丈夫ですか。辛いんだね。辛いですね、息が出てる。かわいい。救急車、救急車。ビーボービーボー。はい、次、3.141592さん。後ろの絵はいつも誰が描いているのかな、だそうです。なんかティアラのメンバーで描いていて、時々社長さんも描いてます。ヘンテコなモンスターみたいなね。なんかヘンテコやね。今日は、今日はみんなで描きました。こんな感じの、そう、上手。アリサちゃんのね、絵がね、上手でね、前はね、猿と、あとウサギさんと、いっぱい描いた動物を、ヒナのライオンと像描いた。アリサ、ハートのエンゼルみたいな。これだね、これ、見えるかな、うん、見えないね、これ、見えるかな、見える、ハートの、多分見える。はい、次、ARMY さん。はい、今度マイカちゃんの毎日メイク動画出してほしいです。メイクしてなかったらごめんなさいだそうです。メイクしてなかった。メイクしてます。毎日メイク動画ってどういうことだろう。毎日メイク、毎日なんか毎日メイクをご紹介みたいな。ご紹介するってこと。うん。だけ毎日リップだけだったらリップだけ、リップだけとか。リップだけではないね。なんか下地とかね。そうそう。どんな感じでしてるとか。毎日してるメイクをご紹介します。しますかね。あ、動画で紹介し。してってことね、うん、今度じゃあ比較してやってみます。今度ね、今度します。はい、次の動画、はい、アリサの最近ハマっているおすすめベスト3から。ああー、びっくりした、コメントかと思った。吉田美和さん、1個目、みんな可愛い。
私もそのグミ好きだよということで、あ、シェイケアコラーゲンのグミだ。うん、あのつぶつぶの、そう、え、つぶつぶカリカリの、なんかほらこのちっちゃいさカリジュワ、あ、食べたやつ、そう、うん、あ、美味しかったやつね。うん、ありがとう。それにちなんで坂本愛理さん、みんな可愛い、私もグミ食べたことあるけどちょっと想像と違った。あ、なんかコラーゲンがなんかめっちゃ弾力があると。え、コラーゲンって体にいいよね。うん、お肌にいい。美味しいよね、うんうん、体になんか他のグミと違って弾力がある。あ、っていうかね、あれさ、辛い、辛い、硬い方が好き、グミ。ああ、なんかね、歯ごたえがある。うん、うん、あのね、うぼー、うぼーみたいな。うぼー、美味しいよね。うん、うん、確かになんか想像してるより硬かった、うん、なんか、ね、柔らかいと思ってたけど、てかなんかね、最初ね、グミかと思わずにキャンディーみたいな、あれみたいな、見た目キャンディー、なんかグミ、そう、パッケージにグミ書いてなかったっけ、これはみたいな感じ。リナリナさん、リナちゃん、リナちゃんかな。リナじゃないかな。シーケアコラーゲンってどこで売ってるの、あといくらだそうです。いろんなあれだとコンビニとかで売ってて、それが194円だと思う、198か194だと。スーパーでも時々見る、うん、で、100均があるんですけど、100均で売ってるやつはグレープだけとレモンだけっていうのが売ってて、それが、うん、それはね、108円です。安いね。だいたいスーパーで買ったら200円って感じ、200円ぐらい。一味は、一味は108円で売ってたのを見て、で、いろんな味は200円くらいです。値段が違うじゃん。うん、だってあの、量は一緒だけど味が違うから。あ、量は一緒なの。うん、ないや。ないや。あ、でもちょっと、あ、一緒かな。いいか。はい。じゃあ、次、マリさん。マリさん、これちょっと、なんか嬉しいかも。アリサちゃん、かわいい。私は18歳なのに全然お化粧とか興味はあるんですけど、ほとんどしないままずるずる生きてきちゃって。大丈夫、好きならね。いまいちよくわからなくて、今さら誰かに聞くのも恥ずかしいし、ネットで調べてもなんだか難しそうって感じだったんですが、アリサちゃんが持っているものは簡単そうだし安いし、挑戦してみようかなと思いました。おー、アリサちゃんがね、そう、リナちゃんのおすすめがやばい。あ、ね、リナちゃんが、これね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 、おすすめなのみたいな感じ。これね、これねみたいな感じ。あ、リナが勧めてくれてるんだ。なんかね、うん、でも自分で買ったり見たりして、それで、あ、リナもこれ持ってるみたいな感じ、ね、みんなね、あのね、なんかね、タイプがね、なんか好きなもののね、うん、やつが石やけん、うん、揃うことが多い。あ、これ持ってるよ、え、待って、あれ持ってるみたいな感じ。みんなこれ持ってる、これ持ってる、あー、これですね、あるよね。はい、次、はい、これ面白い、これちょっと面白いかな。 YS さん、アリサちゃん、首かしげてるけど寝違えたの？寝違えた？いや、多分サムネのことじゃない？サムネでちょっとなんか決めポーズしてんじゃん、なんかこんなのしたじゃん、かしげみたいな。寝違えてはいません、ポーズです。はい、じゃあ次、ウィゴーで購入、今時おしゃれ女子小学生のお出かけカバン紹介&中身紹介、マイカ&夏バージョンからです。2人で2人で、トゥイトゥイさん、まあ、いや、トゥイトゥイさんにしとこう。リナちゃん、リナちゃん、めっちゃ大好きです。ありがとう。次はリナちゃんのカバンもお願いします、だそうです。リナちゃんのカバンの中でめっちゃ可愛いと、あと紹介ね、絶対した方がいいよ。あの、なんかね、いろいろね、いろんなところ回って、いろんなところ買って、いろんなもの買うみたいな感じ。なんかね、いちいち変わっていくと、わかる？あ、まあ、なんかいちいち変わって、言えてるものが違う。そう、そう、なんか変わっていくと、そう、一つ一つが女子力高い。そう、マジ可愛い。まあ、なんかマジ可愛い。フロックとか、例えば寿司屋さんでもらった寿司屋とか、うん、使ってる。寿司屋さんでもらったやつ。なんかね、スシローの、あの寿司のキャラクターやのなんかスタンプカードみたいなのあって、うん、それ貯めて全部貯まったらこの中から選べるみたいな。あ、わかる。で、田中家の入れ物。あ、そういうことね。なんか、抱っこ寿司、抱っこ寿司、抱っこ寿司。なんか、寿司屋さんでもらった。
次、超かわいいよ。さえさん、マイユナってことはマイカとユナかな。マイユナ可愛すぎる。カバン紹介とか大好きだから嬉しいです。またアリリンのやってください。あと財布紹介とか。財布だ、財布。いつも楽しい動画ありがとうございます。これからも頑張ありがとう。頑張ります。え、財布紹介って中身ですか。いや、どんな使ってるかが気になるんじゃないかな。外見ですかね。そう、外見。中身は中身はちょっとやめてください。やばいよ、やばい。小学生の財布じゃないけん、ピーって書かれてる。ユナやろ。そう、大金入ってる。やばいよ、ね、ちょっと、多すぎてピーってなるよ。小学生の財布で、なんか1000冊束ねて上から5000冊で巻いてる人初めて見た。そう、でもお父さんは捨てるの。大人はね、大人は捨てるけど子供はあんまり見たことない。リナので初めて見た。ユナしてないよ、そんなこと。いや、この前してたよ。え、捨てた風に見えた。重なっとった。うん、重なってた。無意識。次、大好きトワイスさん。マイカちゃん、性格良さそう。だそうです。超優しいよ。めっちゃね、実際のところはどうなのかな。あのね、もっと優しいって。お腹痛い時も人の、そう、人のこと考える。好き。好き。ありがとう。人のこと考える。好き。考えすぎみたいな。もうそれくらい優しい。うん、思いやりの、もう思いやりの塊みたいな。なんか自分より友達みたいな感じ。キアラのね、みんなはね、性格いいからね。ほんとかね。え、なんで言うの。優しいから。ほんとかね。ほんとです。やマイカちゃんやばい。あ、もう一個、マイカちゃんにちなんだコメント発見しました。これおもろいな。なんていうのかな、あきひこ寺島さん。あきひこ寺島さん、私の好きなマイマイ、誰にも渡せない、だそうです。大丈夫よ、取らないね。誰にも渡せないらしいですよ。ファン、めっちゃファン。大丈夫、みんなファン。どういうこと。みんなファン。ティアラチャンネル。はい、ということで少しね、コメント返しをしていきました。はい、最近ちょっとコメントが多くなってすごくありがたくて、なんか面白いコメントから可愛いとか優しいね、ちょっとうるってくる。そう、増えてきたね。ファンとかもね、増えてきたし、ね、嬉しいよね。これからも頑張った。どうぞどうぞ、これからもよろしくお願いします。お願いします。あったらバン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 コメント返ししていきます。バンバンまたコメント返ししていきたいと思います。はい、今日はここまで。バイバーイ。バイバーイ。